モントリオールを流れるセントローレンス川に囲まれたこのコースに、今年もカナダグランプリが戻ってきました。今とは少し違いましたが、ここが初めてグランプリの舞台になったのは1978年のこと。現在このサーキットにはカナダ人として初優勝したジル・ビルヌーブの名前が冠されています。ウエットでは非常に難しいコースですが、それでも一番重要なのはバックストレートでのスピードです。全長 4.36 キロ、コーナーの数は14、ドライであれば平均速度は時速200キロを超えます。しかし今日はそこまでは出ないでしょう。スタート前に今日のレースのグリッドがどうなっているか確認しましょう。ポールポジションについたのは角田裕樹、横に並ぶのはマックス・フェルスタッペン。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。フェルナンド・アロンソ、オスカー・ピアストリ、ストロール、サインツ、ガスリー、リカルド、ラッセル、ルクレール、ノリス、アルボン、ハミルトン、ペレス、オコン、ボッタス、ヒルケンベルグ、マグヌッセン、チョウ、そしてローガン・サージェント。さあいよいよ開始時刻、トラックの方へ移りましょう。そして今日は元フォーミュラワンドライバーで元世界チャンピオンの方が来てくれています。アンソニー・デイビッドソンです。こんにちは。アンソニー、私たちプロは噂を全て真に受けるわけではありませんが、本音を言うとやっぱり少しは気になりますよね。でも今回のドライバーの噂については気になって正解でした。噂は本当のようですね、デイビッド。キャリアをさらに前進させるために他のチームと契約したり話したりすることはドライバーにとっていいことですが、チームがそれを知った際には誰も内部情報を伝えてくれなくなるということですね。結果としてマシンが今後どうなるのかについて知ることができなくなります。さあフォーメーションラップが行われています。今日は濡れたコンディションです。ドライバーたちは濡れた路面を考慮して今日のレースを走ることを強いられるでしょう。レース開始までもう間もなく、マシンがグリッドにつき、ドライバーとチームが最終準備に入っています。
了解だ。今の走りをキープしてくれ。あと10分ほどで雨は上がるはずだ。今のところインターが最速だろう。タイヤのことは心配ない。全部大丈夫そうだ。カットを続けるとスチュワードからペナルティーを食らうぞ。
在2位につけてる。アロンソが前にいる。彼らは新品のインターミディエートだ。ピアストリが後ろにいる。差は1秒以下だ。彼らは新品のインターミディエートだ。天気予報によると雨はあと5分か10分で止む。今ならインターが良さそうだ。チームメイトに対するアドバンテージは 4.0 秒。フェルスタッペンがファステストラップを叩き出したぞ。前だ。彼らは中古のインターだ。後ろはピアストリだ。差は1秒ない。彼らは中古のインターだ。15周後にピットウィンドウが開く。
チションは失ったが、とにかく奴にプレッシャーをかけ続けて取り返せ。柔らかに頼むぞ。何でも修理できるわけじゃないんだ。現在ピットボックスはいっぱいだ。周回を続けてくれ。周回でピットインしろ。タイヤの状況が変化してきているが、今のままで行くのがいいと思う。どうやら RB がピットインするようです。無駄のないピットストップとなるでしょうか。あとワンストップ。残りはワンストップだ。よくやった。タイヤの消耗に問題はない。ストロールがファステストラップを記録した。後ろのマシンとの差を広げてる。ラップあたり 2,3 秒のペースだ。この調子でいこう。
計、勇気、必要以上に早く燃料を消費してしまってる。肩の力を抜いて燃料を長持ちさせてくれ。損傷が激しいとピットインが必要になるぞ。いいぞ、今のでファステストラップ更新だ。前のマシンとの差は 1.9 秒。チームメイトとのギャップは 7.0 秒。よくやったな。素晴らしいパスだ。ドライビング、今のはファステストラップだ。いいペースだ。前のマシンとの差をラップで1秒詰めた。現在2位につけてる。アロンソが前にいる。彼らは新品のミディアムだ。ピアストリが後ろにいる。彼らは新品のミディアムだ。ピットウィンドウが開くまであと11周だ。
とにかくセーフティーカは前だ。彼らは新品のミディアムだ。後ろはビアストリだ。彼らは新品のミディアムだ。吸収後にピットウィンドウが開く。アロンソが前にいる。前のマシンとの差は 2.6 秒。彼らは新品のミディアムだ。7ラップ走ったタイヤだ。彼らはもう1回ピットに入るはずだ。さっきのラップは 1.15.1 ラップあたりおよそ 0.2 秒縮めてる。タイヤに問題はない。ドライビングに集中してくれ。ラップでコンマ3秒ほど後ろを引き離している。
まくいかなかったな。だが気にするな。気を取り直して残りのレースに集中しろ。大したことはないが、フロントウィングをぶつけたぞ。タイヤのコンディションはまだ良好だ。コンディションは大丈夫そうだ。雨の心配はない。今のところドライが最速だろう。あとワンストップ。残りはワンストップだ。ピットウィンドウが開くまであと6周だ。チームメイトに対するアドバンテージは 13.6 秒。
すぐビットインだ。ミディアムに変えるぞ。後ろのマシンがラップでコンマ5秒詰めてきてる。コンマ5秒だ。続けろ。前のマシンとの差を詰めているぞ。現在2位につけてる。アロンソが前だ。彼らは中古のミディアムだ。ピアストリが後ろにいる。彼らは中古のミディアムだ。次の周回でピットウィンドウが開くぞ。残り46ラップ。プッシュしてこのラップに入れ。レーダーに雨雲は一切映ってない。今ならドライがベストだろう。角田裕毅です。無駄のないピットストップとなるでしょうか。出口の白線には近づくなよ。線を越えてコースに出れば危険走行でペナルティーを課されるぞ。
11位で走行中だ。彼らは中古のミディアムだ。アルボンが後ろだ。彼らは中古のミディアムだ。1位との差は 24.3 秒。ピットウィンドウが開くまであと18周だ。残り43ラップ。タイヤの消耗に問題はない。その調子で頼む。前のマシンとは2秒差だ。ダニエルが前にいる。よし、行け。素早く抜け出して劣勢にしてやるんだ。よくやった。目標を突破したな。達成に向けてよく頑張ったよ。今のでファステストラップ更新だ。雨になりそうだ。降り始めは15分後くらいだろう。やった。素晴らしいオーバーテイクだ。
8位につけてるぞ。ランドが前にいるぞ。彼らは中古のミディアムだ。ルクレールが後ろだ。マシンを1秒上回ってる。その調子だ。彼らは中古のミディアムだ。ラッセルが後ろだ。差は1秒ない。彼らは中古のミディアムだ。トップとの差は 13.8 秒。ピットウィンドウが開くまであと13周だ。残り38ラップ。
サインツが前にいる。前との差は 6.0 秒。彼らは中古のミディアムだ。25ラップ走ったタイヤだ。彼らはもう1回ピットに入るはずだ。さっきのラップは1分 16.0。 このラップでおよそ 1.4 秒縮めてる。タイヤのことは心配ない。全部大丈夫そうだ。後方のチームメイトとのギャップは 0.4 秒。10分か15分後、雨が降り出しそうだ。マシンとの差は 3.0 秒。ダニエルがピットに入った。現在トップだ。先頭に立ってるぞ。アロンソが後ろにいる。彼らは新品のハードだ。8周後にピットウィンドウが開く。残り33ラップ。雨になりそうだ。降り始めは15分後くらいだろう。今のところドライが最速だろう。後ろのマシンはハードコンパウンドに履き替えたらしい。
立ってるぞ。現在1位だ。アロンソが後ろだ。彼らは新品のハードだ。ピットウィンドウは7周後に開く。残り32ラップ。タイヤの消耗に問題はない。その調子で頼む。に対するアドバンテージは 38.9 秒。後方のチームメイトとのギャップは 38.9 秒。彼らは新品のハードだ。今11位だ。さっきのラップは 1.15.7。そうだ。状況が変化したらすぐに知らせる。アロンソが後ろにいる。彼らは新品のハードだ。4ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分15.0。あと何ラップかは持ちそうだが、これは雨になるぞ。注意してくれ。今ならドライがベストだろう。
うすぐピットインだ。ハードに帰るぞ。今のところタイヤに問題はない。ドライビングに集中してくれ。してくれ。今から10分はコンディションが悪化する。今のところドライが最速だろう。チームメイトに対するアドバンテージは 39.8 秒。スリックタイヤだから慎重にな。今使っているのはそのタイヤでよかった。それが最適だ。現在トップだ。先頭に立ってるぞ。アロンソが後ろだ。彼らは新品のハードだ。現在ピットウィンドウは開いているぞ。タイヤの状況が変化してきているが、今のままで行くのがいいと思う。OK、勇気、よし。目の前はクリアだ。うまく活用して次のラップを素早く駆け抜けろ。君ならできる。この周回でピットインしろ。この周回だ。
どうやら R3 がピットインするようです。無駄のないピットストップとなるでしょうか。今のが最後のストップだ。この先ピットストップの予定はない。DRS の使用を禁止した。 DRS は使用不可だ。ダニエルがピットインした。チームメイトとのギャップは 45.9 秒。雨がひどくなってきた。気をつけてくれ。コンディションが悪化してきた。水たまりに注意だ。今のところインターが最速だろう。
フロントウィングの破損が俺たちに影響を与えている。今は大事に扱わなきゃいけない。フロントウィングを守ることに全てを注いでくれ。タイヤの消耗に問題はない。その調子で頼む。ひどいコンディションに見えるだろうが、水は流れていってる。しばらくはインターミディエートタイヤが最適だろう。立ってるぞ。現在1位だ。アロンソが後ろにいる。彼らは新品のインターミディエートだ。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。残り18ラップ。チームメイトに対するアドバンテージは 46.9 秒。しばらく大雨が続きそうだ。当分は回復しそうにない。今ならインターが良さそうだ。
現在トップだ。先頭に立ってるぞ。アロンソが後ろだ。彼らは新品のインターミディエートだ。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。残り16ラップ。後ろにいる。彼らは新品のインターミディエートだ。8ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは 1.25.1。理想的な状況だとは言わないが、まだタイヤを変えるほどではないだろう。この大雨はしばらく続きそうだ。タイムはインターもウェットも同じようなものだろう。雨がしばらく続きそうだ。少なくとも20分は大雨になるぞ。今のところタイヤに問題はない。ドライビングに集中してくれ。トップに立ってるぞ。現在1位だ。アロンソが後ろだ。彼らは新品のインターミディエートだ。予定したピットストップは消化した。このタイヤで最後まで走り通せ。残り13ラップ。よし、うまくやったようだな、相棒。
ストが後ろにいる。彼らは新品のインターミディエートだ。11ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分25.4。後方のチームメイトとのギャップは50.4秒。チームメイトに対するアドバンテージは50.4秒。彼らは新品のインターミディエートだ。今12位だ。さっきのラップは1.25.9。1,2 周他のマシンを見ていたが、インターミディエート勢は明らかに苦戦し始めている。そろそろフルウェットがいいかもしれない。現在トップだ。先頭に立ってるぞ。アロンソが後ろだ。彼らは中古のインターだ。タイヤを大事にしよう。このタイヤで最後まで走るんだ。残り8ラップ。
タイヤのコンディションはまだ良好だ。アロンソが後ろにいる。彼らは中古のインターだ。15ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分25.7。後方のチームメイトとのギャップは53.2秒。減速しろ。デルタが低すぎる。ペナルティーを食らう前にペースを落とせ。バーチャルセーフティーカーは消えたが、グリーンフラッグが振られるまで加速するな。コース上でアクシデントがあったが、オフィシャルがセーフティーカーを入れる気配はない。気をつけてくれ。ドライブスルーペナルティーを忘れるな。ドライブスルーペナルティーを消化しに、角田がピットレーンに入りました。タイヤの消耗に問題はない。その調子で頼む。フルウェットに交換しているヤスナがいるぞ。必要ならピットインして交換しろ。
ロンソが前にいる。前のマシンとの差は 2.7 秒。彼らは中古のインターだ。19ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは 1.25.8。 このラップでおよそ 0.3 秒失ってる。前方のマシンを追うんだ。 1.8 秒。彼らは中古のインターだ。20ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは1分25.9。ラップあたり 1.2 秒のアドバンテージだ。チームメイトに対するアドバンテージは 45.2 秒。うまいぞ、よくやった。アロンソが後ろだ。彼らは中古のインターだ。21ラップ走ったタイヤだ。さっきのラップは 1.25.4。 ラッセルについての情報だ。スローダウンしている。マシンに何か問題があるようだな。ファイナルラップだ。プッシュしていこう。立ってるぞ。現在1位だ。アロンソが後ろにいる。彼らは中古のインターだ。よし、ファイナルラップだ。勝利をつかもう。
Good job, guys. Good one, good one.やりました。角田裕樹の勝利です。今日は圧倒的なパフォーマンスでした。ブラックアウトからフラッグまでリードし続けて勝利は確実でしたね。いやーすごかったです。さあ見えました。 RB は有望な選手を育て上げる手腕が認められているチームですが、今日の結果でもそれは明らかです。見事な勝利でした。今回は激しい展開のウィークエンドでした。次回のグランプリが待ちきれません。
どうやら新たなライバルができたようね。あなたの実力を見せつける時よ。負けたらあなたのエージェント辞めるからっていうのは冗談よ。あなたと働くのは楽しいわ。相棒、嬉しいニュースだ。新しいパーツは問題なく完成した。次のレースウィークエンドに向けてマシンに搭載しておくつもりだ。